かな、ネット環境とかの問題で聞こえにくい人もいるのかもしれない。聞こえない人もいるらしいから、とりあえずこっちだとどう？あー聞こえますか？さっきより聞こえやすくなった？声聞こえやすくなった？バツチリですか？変えてみた。あ、本当に？あ、じゃあこれでいこう。やっほー、よかった。そう、あ、チーム公演行ってた。そう、今日もねファイナルコンサートやってるんだけど、そう、まあ、その中私たち大丸行っちゃったんですけど、そう、大丸でいろいろ衣装店の中は行けなかったけど、すごい大行列だったの、衣装店の方が、大丸の。だから衣装店はちょっとやめたんですけど、そう、普通に1階にある、1階にも衣装展示されてて、そう、1階にある、あれなんて言うんだろう、グッズ売ってるところかな、なんかステッカーとかが買えるところがあるんだけど、そう、そこ行って、そう、あとどこだっけ、パン屋さんも行きました。ポールボキューズさん、そう、このメロンパンと、私はメロンパン1つと、あとカレーパン2つと、あとマヌルパンを買いました。本当にね、マヌルパン、まあ、コラボ商品も食べてほしいのよ。そう、でも今回コラボするにあたって一番の収穫がマヌルパンマヌルパンがねすごいね。で、そう、これがね、そう、これはコラボしたメロンパンなんですけど、そう、めっちゃ可愛いでしょ。なんかすごいいろいろ考えたんです。なんか全部をピンクにするやつもありだよねっていう、なんかもう AKB48 とコラボしたよっていうのが分かりやすくするために、もう全部ピンクにしてしまうのもありだよねって出たんですよ。そう、ありだなってなったんですけど、けどなんかせっかくなら全色、本当は全色やりたかったんだけど、まあ、ちょっといろいろ難しくて、でもそのいろいろ話してて、で結果出来上がってきたものが、まあピンクチーム A でチーム4の色、あとこの緑のチーム K の色が入ってて、ちょっとブルーがね食欲減退色なもんでなかなか難しかったんですけど、そう、まあ、一応できる限りの色は揃えていただけて、そう、だから AKB48 コラボのメロンパンとして、そう、完成しました。でね、これがそのラグビーボールみたいな色なんだけど、なんかこういうメロンパンがなんだっけ、あるんです、ブリオッシュメロンパンっていうんですよ、こういうメロンパンの形を。そう、普通のメロンパンとはまた違くて、そう、ブリオッシュメロンパンって感じの、また違う名前で、実はちょっとブリオッシュを省略しちゃってるんですけどそう、省略しちゃってるんですけど、でもブリオッシュメロンパンっていう感じで、あ、 B は確かにブレッドの B で、確かにすごい美味しいから、結構メロンパンが人気らしくて、そう、おすすめです。顔ぐらい、ん、顔よりちっちゃいよね、さすがに顔ぐらい、顔ぐらいあります。そう、色がね、そう、チーム AKB の色を全部集めたんです。可愛いでしょ、ピンク、全部ピンクもね考えてたんで、いろいろ考えたんですけど、そう、よかったそう、美味しいよ。そう、2つとも食べ応えあるから、そう、食べ応えあるようにした。だって480円なので48の金額にしちゃったから、だからせっかくならね食べ応えあるものがいいなと思って、うん、こだわりました。あ、よかった、両方食べてくれて嬉しい。私も両方食べたよ。
そうそう、やっぱね、パンだから他のやつがさ、牛タンとかやっぱおむすびのセットとか、あと海鮮丼とか、なんかね、やっぱもともとの他の商品も結構値段が高いものが多いから、そうだからね、パンはそうなんですよね。パンってもともとさ、そんな1個1000円のパンなんてなかなかないじゃないですか。そうだから、まあそうなっちゃうよねっていう。だから皆さんラッキーですね。推しメンのコラボがちょうどパンっていう。そうだから、たくさん食べてください、ぜひ。って言っても、私がちょっとね、一人一つにしちゃったので、一日一人一つずつしか無理なんですけど。そう、一人っ子にしちゃったからさ。販売はね、8日までです。8月8日まで。ぜひぜひ。発給券で買えません。買えません。そう、発給券ができたらいけるかな。ちなみに私、レミちゃんのステッカーが3枚出ました。 そう、私はレミちゃんのステッカーが3枚出た。可愛かった。休憩がちょっとできたら帰るかもしれない。 あ、レミタン3だった。そう、私もレミタン3だったよね。でも結構さ、なんかタンスの中からパパパパパって撮ってたから、結構ランダムに撮ってたんだよ、店員さん。ちょっとそこもずっと見ちゃったんだけど、そう、ずっと見てたけど、なんかそういう感じで撮ってたの。だからさ、逆にすごいなと思って、逆に店員さんがさ、幸運の持ち主なんじゃない？レミタン2だった、すごい。あ、もうその箱全部レミちゃんっていうことね。なるほど、じゃあ今日はレミちゃんみたいな。今日はレミちゃんだよーって。店員さんに私って多分気づかれてないんじゃない？わかんない。わ かんない。私って気づいてもらえたかな？気づいてもらえたらいいんだけど。あ、今日誕生日迎えた人いる。誕生日おめでとう。モリシン。おめでとうございます。最近誕生日だった人もおめでとうございます。あ、今月誕生日だった人もおめでとうございます。 そう、セリカ一緒に行ってないんだよね。そう。 雑かったかな。 そう、たまたまで、今日セイリーも確か行ってたくない？だからたまたま結構みんなやっぱ今日行ってる人多いかなって思う。コンサートがやっぱ一段落したメンバーとか、今日やっぱレッスンちょっとね、明日のための何、準備日みたいな感じだったの今日。だからそれでね、今日私は行ったけど、人によってね。セリカ誘えばよかった。そう、セリカね、誘おうと思ったんだよね。そう、でもなんか忙しいかなーと思ってやめちゃった。 ね、あ、そう、握手会も、あ、握手会のその、まあ、オンラインもそうだけど、あのチケットの支払い日が結構迫ってきてるので、そう、クレジットとコンビニで何支払う日別々なんですけど、
みんな忘れないようにね気をつけてね、支払い。そう、あ、セリック家族が来てるらしいって。私も今日ね、ママさんと一緒に行きました。そう、忘れちゃうからね、支払い。あ、コンビニ今日まで、やばいじゃん。みんな忘れないでね、忘れないでね、待ってるからね。あ、再販ありがとうございます。再販もお待ちしてます。あ、リムさん、対話ありがとうございます。ございます。あ、そう、動画はね、そのママさん撮影です。そうね、多分支払い期間が終わったらまた第2次の受付が始まるのかなね。どうなるか分かんないけど。あ、クレカが明日の夜までだコンビニが今日の夜まで。よかった、言って。あと、ちょうどショールーム配信もしてよかった。そう、明日はコンサートだからね、楽しみたいね、楽しみたい。あ、 XD さん、たわ、ありがとうございます。すごいロック。そう、お話し会はいろいろ。お話し会の申し込みね、もう今一旦お休みしてて、あとはその今支払い期限なんですよ。そう、期間、お支払い期間なんです。そう、だからよかった、言っといて。明日本当に楽しみましょう。何もかも忘れて楽しもうね。楽しみ。ゼップ横浜、あ、コンビニ支払いはもう終わってんのか。あ、コンビニは昨日までだったんだね。じゃあもうクレジットだけですねそう、まあ、どんな感じになるか楽しみにしててください。そう、集中して頑張るね、明日は。あ、そっか、客席、席ないんだ。明日の私的おすすめの上下とか中央とかだと、私センターらへんがおすすめです今回センターらへんがおすすめ、上下ってよりかは真ん中らへんがおすすめです。うん、女性エリアってどこら辺にあるんですか。すごい、センターらへん待ってるね待ってる。え、女性エリアってどこら辺。女性エリアは下、下ってこと、これ上、下、下かな、下手。あ、下手なんだ。あ、大丈夫、上下ちゃんと行くのは行くんだよ。そう、上下もちゃんと行くんだけど、そう、まあ、どこが多いかって言われたら、まあそうかなみたいな。うん、なってる。てか、その女性専用、女性エリアが設けられるの珍しくない？すごい。女性エリア全部立ち見て大変。大変だね。うん。すごいね。なんか、
珍しいよね本当に。でも嬉しいのかな、か行きやすい買ったりするのかな。まあ確かにそっか、男性でやっぱ背高い人と女性で身長低い方が一緒にいると大変かね。楽しもう、もう男女関係なく楽しみましょう、もう性別関係なく楽しんじゃいましょう。女性もね、女性エリアがあることで見づらいとかが少しでも解消されるといいよね。ね、いいシステムです。楽しもう。厚底いやそうだね、確かに厚底大事かも。席ないの確かにちょっと疲れちゃうかね。でももうできる限りみんなが退屈しないようにやろうと。竹馬待って新しいな、竹馬新しいな。私竹馬得意だよ、多分2時間半ぐらい乗れるかもしれない。私竹馬めっちゃ得意だからマジ乗れる、ちゃんと乗れるから。竹馬でねダンスも踊っちゃったんだから、踊ってたんだから得意そうはなどういうこと。でもそう得意なんだよね、めっちゃ高い竹馬も乗れてたよちっちゃい時は。もう今は無理だけど怖くて、マジ自分の身長よりも160センチ以上170センチぐらい高い竹も乗ってた。ね、でも運動神経そんな良くないんだよね。なんかそういうちょこちょこ得意竹まで踏まれたらやばい、死んじゃうそれはやばい、竹馬で踏まれるのやばいね、痛そう。といえ竹馬でエンドロール踊れるかも、やってみようかな。確かに特技、特技、特技なの、確かに特技で使えそうじゃない。竹馬で踊れますでも竹馬をね作るのがね大変なんよ、結構あれなんだろうな、力仕事だからさ、作るのにか、作るのがそうだから大変だよね。あ竹馬アンジいけるかな、一人だけ竹馬。私さ顔焼けたって言われるけどさ本当に焼けたかな、寝てたでも多分焼けてないよ、これは光の、 あの当たり方とあとあのエフェクト。若くなってるって言われるんだけど、あと多分お風呂上がりだからポカポカしてるのもあると思う。竹馬は竹で作ります、竹の子で作れない、竹の子で作れないな、うん、竹の子が成長したら作れるかな。一応ねすっぴんはできるだけ見せないすっぴんはできるだけ見せない、ちょっとねいざという時に見せます、すっぴんは。昔は見せてたけどね、22歳のすっぴんはいつかね。お？うん、いざという時に、
あ、そういえば昨日のナルタを見ましたか？ナルタをチャンネル見た方、お、壁リンリンリン、あ、見た？たこ焼き、そう、チーム4でタコパしたんです。めっちゃ美味しかった。うん、そう、チーム4で美味しかった。めっちゃ美味しかった、なるのたこ焼き。本当に美味しかった、びっくりした。なんか本当お店立て出せるレベルで美味しかった。丸も綺麗だけど、その柔らかさもねちゃんとあって、すごい美味しかったの。本当にね、なんかやってほしい、お店出してほしい。あ、みじん切りうまかった、ありがとうそう、そこもね、そう、手際がいいねって褒められて嬉しかったな。まあやってるのでね、料理たまにね、うん、ね、たこ焼き、あそこは楽屋でした。なんならそのキャベツ切ってたところも、なんて言ったらいいの、楽屋というか、まあ、そうレッスン場だね。私たちがいつもいるレッスン場のメンバーがその休憩してるところそうで、キャベツ切ってたところもあのオフィスの給湯室みたいな感じのところ、もう給湯室だよね。給湯室って一応書いてあります、あそこ。給湯室でキャベツ切ってでレッスン場のみんながいるところで焼いた本当にすごい、めっちゃ裏側です。だからいつもメンバーがいるところでやりました。明日 YouTuber わかんないけど、でもこの前 YouTube 撮ったんですよ実は。そう、それ編集するのでアップ楽しみにしててください。うん、いや本当にたこ焼き美味しかった。なんかみんなにも本当食べてほしい。本当に上手だった。懐かしい。すごい、みじん切り褒められるのやばい。ありがとう。いやそうだよね、みゆかるんさんがさ、みゆぽんさんとゆかるんさんがバドミントンしてたのが面白いよね。一応チーム4の中だとゆかるんさんが一番年上で、みゆぽんさんもかなりやっぱさ先輩だからさ、その先輩の2人が空き時間にバドミントンしてるっていうのが、いやーやっぱ好きですね。最高でした。で、まほちゃんになんであげたのかというと、まほちゃんがいて、でそのなるがね丸めるのが好きだから、そのどんどん焼きたがるわけです。そうだからどんどん焼いちゃって、で一回試しで作ってみるかって作って、でまたちょっと丸めたいからさ、もうまたメンバー来るまであとちょっとあるから焼いとくみたいになって焼いてたのよ。そしたらタコなしでね、タコなしで焼いてて、もう生地だけでその練習するって言って焼いてて、なるが、そうで真帆ちゃんがたまたまいたので、真帆ちゃんが「何ですかこれ」って声かけてくれて、でタコなしだけど食べるっていう。タコ割りやっぱチーム4にあげたいって話になってたんだけど、真帆ちゃんにもタコ割り食べてほしかったんだけど、でもその時焼いてたのがちょうどタコなしだったから、タコなしならすぐできるけど食べるみたいな、何分後にできるから、何分後に来てくれたらあげるよって言ったら時間通りに来てくれてちゃんと時間通りに自主練終えてきてくれて、であげました。
でカレンちゃんがねもうその時間から実はいたんですよ。ずっといたの。真帆ちゃん、そう真帆ちゃんと同じぐらいの時間からカレンちゃんはいたんだけど、でもカレンちゃんはそのまだなんか何かしら気を使ってなのか声をかけてくれなくて、そうでようやく声をかけてきてくれてね、いた。ねカレンちゃんマジ早かったよね。え、てかカレンちゃんさブリーチしたよね、髪の毛可愛かった髪色。ね、めっちゃ可愛かったカレンちゃん。え、すごい。ザゼロシータワーカムサムダーカムサムダー、ね、豪華なやつすごいね。タワーの中でだってキラキラしてるもん。普通のクマじゃない、キラキラしたクマだ。そうそう、一人でカレンちゃん早めに来て練習してて、そう、その後にそのクロスハルカが来たんですけど、そうハルカさんもねやっぱ早いよね来るの、いつも早いんですよ、本当にすごい。ねえ、まあとにかく明日が楽しみってことで、ワクワクドキドキ。そう楽しみ、ドキドキだけど楽しみ。うん、ね、ワク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 ドキドキ楽しみだな。これでまたいろんな人に見つけてもらえるといいな。見つけてもらって。あと一緒に楽しめたらいいね。なんか、お互いにいいコンサートになるといいよね。うん、カティ、タワーありがとうございます。かわいいタワー。あ、そう、あとね、昨日で私劇場デビュー9周年だそうです。そう、張本人が気づいてなかったんだけど、そうらしいのよ。そう、劇場また出たいなと思うな。ね、あ、今日ですか、今日か、そう、今日、ちょうど今日です、劇場。懐かしい、なんかいろいろ思い出します、劇場のことは本当に。うん、でもなんか今振り返ってもなんかもっとこうできたんだろうなとかすごく思う。なんかね、ああやってさ、やっぱ劇場に立てることって普通じゃないよね。なんやろな、誰しもがやっぱ常にステージがあるわけじゃないじゃないですかね。だからやっぱ劇場があることって本当 AKB にとって大きなチャンスというか、なんかいいことというかだと思うし、常に立てる場所があるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思ってるから、ね、だから本当にだって劇場があったからこそ場数が踏めて今があるなともすごく思うので、そうだから、まあ、今後ともたくさん劇場にはお世話になっていきたいと思いますたくさんお世話になれたらいいなと思います。来年で10年かミュウにテープ10本貼りたいって、いやあれになっちゃうじゃん、妖精たちがダダ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 みたいになっちゃう。衣装、あんな衣装ができちゃう。
じゃあ歌います。ミューからします。やっぱテープ衣装って考えたらやっぱその西川さんしか思い浮かばなかった。ミューからします。何歌ったかな。あ、妖精じゃないんだ。妖精夏がなんだ。世代じゃないからわかんない。え、確かに劇場公演の曲がいいね。青空のそばにいてあるかな。やばすぎ。あるか。それでは聞いてください。青空のそばにいて。うわー、9年前この曲で劇場に立ちました。初日では。どうぞ。これやってたな。なんかあの衣装が一番好き、この衣装が一番好きだったかも。公演の中でこの曲を歌ってた時の衣装。なんかこの時さ、いろんなところに出張公演させていただいてたんですよ。なんか48グループのいろんなチームのところに、そう、 SKE さんとか NMB さんとか HKT さんとか、あと NGT さんは私は行ってないんだけど、そう、でもなんかそういう感じで回ってたんです。 STU さんまだこの時できてなかったんだけど、そう、そうなので、そうで、やっぱ地方ごとにパーティー公演は全てやってたんだけど、すごいよね。そうやってるところはその地方のグループの衣装を貸していただいてやってたのね。でもう今でも覚えてるのが出張公演のこと。懐かしくない？そうで、今でも覚えてるのが HKT48 さんのあのクラスメイトの衣装がめちゃくちゃ可愛かったの。なんかね、え、マジで可愛かったの。なんか HKT さんの劇場のね、本当に衣装が可愛くて、いや本当に覚えてる。なんかクラスメイトの衣装が一番好きだったその時は。その時はもうクラスメイトの衣装が本当に可愛すぎて、うわ可愛いって思って、そう感動しました。その時は、その時感動してました。懐かしい。そう、だ検索したら出てくるよ、どっかで。そう、デベソがある劇場。そう、本当にね、グループごとに衣装もちょっと違くて面白いんだよね。そう、クラスメイトもいい歌なの。私ね、アベメイの卒業公演でクラスメイトをあのアンコールかな、アンコールで2人で手つないでやったのよ。もうそれが思い出ですごい。いや嬉しかったな。なんかなぜか私アベメイの卒業公演の本編には出れなくて、そう、なんか仲良かったのにすごいそれがすごい悔しくて、でそれを、まあ、それが悔いだったんだけど、でもアベメイが呼んでくれて、でクラスメイトをやったんだけど、いやマジでエモかったね。クラスメイトも歌っていい？ちょっとクラスメイト歌いたい。ある？クラスメイトこそある？え、クラスメイトないよ。クラスメイトないわ。すごいビーズさんのかっこいい英語のクラスメイトっていうのが気になる。ちょっとビーズさんの楽曲にありました、クラスメイト。なんか英語で書いたってかっこよかった。気になる。ちょっと
残念。歌いたかった。クラスメイト今は友達だけど誰より気になるの、学校で一番素敵な笑顔、君はオンリーワン。クラスメイト片思い中だけど気づいてないの、いつかきっと私だけの君でいてクラスメイト。ちゃちゃちゃんちゃちゃちゃん、いつかきっと私だけのクラスメイト。君でいてクラスメイト。懐かしい。毎日聞く前に全然やらないでください。あ、ディアマイティーチャーやばい。 Kiss me baby Kiss me baby、壊れ物を抱き寄せてよ、教科書通りに教えてくれればいいの。 Kiss me baby Kiss me baby。 懐かしいね。え、なんかチーム A とかさ、 Dear My Teacher やってなかったっけ。ね、ディアマイティーチャー嬉しい、嬉しいな。ディアマイ立ち見席は前の席、女性の立ち見席ね、なんか下手側らしいよ。なんかそう、前側っていうわけでもないらしいんだよね。懐かしいね。ニエコンでやってたよね。そう、セトリね、見せてもらったんですよ、セリカに。そう、面白かった。小池とか、ダン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 、小池はダン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 。懐かしい。どのチームもいろいろあるよね。あ、後方でもなんとか見えてこう。じゃあ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 、大丈夫そう。残念少女とかね。あ、セリちゃんとパンカツするよ。ね、明日は朝早いから早く寝るね。うん、明日楽しもうね、本当に。楽しもう。あ、陸泡投票ね。確かに。え、青空のそばにいてやってくれたら、でもさ、今青空のそばにいて投票したら、なんか18期か17期になりそうじゃない。なんか若い子がするイメージだからさ。そう、どうなるかわかんないけど。そう、明日マジ早いんだよね。頑張る。じゃあ寝るね。今日はありがとうございました。おやすみなさい。では、みんな優しい。ランキング発表して寝ます。と、まず相談してる人から、男女の人から読むね。13位から。星侍さん、13位おめでとうございます。そして12位がテオネオさん。シビーチュ買えよ。あ、じゃ、韓国じゃない、タイだ。コップンカー、ありがとうございます。14おめでとうございます。そして13位が柳さん、ん、変わった順位。13位が柳さん、13おめでとうございます。で、久村さんさっき読んだからね。で、11位が大粒ちゃん、11おめでとうございます。そして10位がウィンザー、10おめでとうございます。そして9位がフィンドフォービーさん、
9位おめでとうございます。そして8位がみつる、8位おめでとうございます。そして7位がちひろさんは7位おめでとうございます、よろしく。そして6位がぬこっぱ、いくいちかえよで、5位がリムさん、おびちかえよ。そしてすごいみんな選抜のお祝いをね書いてくれてる、ありがとうございます。で、5位がリムシ、おびちかえよ、え読んだね私タイムリープしちゃった。じゃあ次4位がカティ、4位おめでとうございます、おめでとう。そして3位が XD さん、3位おめでとうございます、寒いちかよ、寒いちかよ。そして2位が科学先生、いびちかよそして1位がザゼロシー、いるいちかよ、おめー。はい、では順位くるんでいきます。テオヨウさん、ケントさん、チェンジ D シー、あ、チェンジ D さん、ピーヌシーさん、ピシアさん、ウィンパディさん、ヒデジロさん、ヒヨパンさん、グリフォンさん、ナオさん、コジーさん、ショウコちゃん、ミユのクマちゃん、ナナ48さん、マイさん、焼きとうもろこしさん、ゴールド888さん、もしも鳥だったらさん、 KYS さん、ユーマさん、J 田中さん、メイビーさん、行政牛田さん、 YK さん、チェンジ DC、 なっちゃん、ミユリン単位取得できてる、うん、あんひでアスラヒデちゃん、君のホタルさん、ゆったん、佐野氏、ホイホイさん、チェン、カトベイビーさん、豆太郎、和田さん、ゆきまささん、のぶさん、みずきさん、あゆ、ふっちゃん、みきとさん、メタルピーチさん、あやかんちゃん、ゆきびかりさん、ねちゃんたいさん、ありてち、こじむーんさん、ゆうたろうさん、ひよこさん、ゆうとしさん、あとにーさん、あひひこさん、ファイトさん、かどにピースさん、ひろさん、みちおさん、むーきます。あ、じゃあ皆さんの方からはい、ありがとうございます。パン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 、はい、では私のスクショタイム行っていいかな、いきます。はい、チーズ、はい、ありがとうございました。カレーパンはお腹の中ですじゃあね皆さん、明日、来れる方と来れない方いるんですけど、楽しみにしててください。明日来れない方はまたメールとか、ショールームとかで報告できたらいいなって思います。とりあえず明日が無事に終わるように頑張ります。じゃあまたね、おやすみなさい。チャージェイオラトイサブデカワンアン、おやすみなさい。じゃあね、おやすみー。